メントールはギリシア神話の登場人物。アルキモスの息子。長母院を省略してメントルとも表記される。ホメーロスの女ジ,ジシオデュッセイアによれば、老年期にはオデュッセウスの友となり、乳兄弟のエウマイオスと共に、オデュッセウスがトロイア戦争に従軍した際に、彼の館と息子のテーレマコスを任された。アテーナーがテーレマコスを訪ねた際、女神は彼の母、 ペーネロペアへの求婚者の目を欺くために、メントールの姿に変身した。女神はテーレマコスに対し、メントールの姿を借りて、求婚者たちに立ち向かうよう激励し、また、国の外に出て、彼の父に何が起こったのか確かめるよう告げた。オデュッセウスが、イタケー島に戻った際もまた、アテナーは、メントールの姿で、彼の館に姿を現す。 メントールとテイレマコスの関係性やアテーナーがその姿を借りて助言をし苦境からの脱却を手助けしたことからメントールの名前は英語のメンターとして若年者や経験の少ない者に知識を伝え広める役割を持つ人物を示すこと,となったこの語の近現代における最初の用法はフランスの作家フランソワ・フェノロンによって六百九十九年に出版された で、アッペントゥールでテレマークに見られる。この書物は18世紀に非常に著名となった作品で、メンター、メンタリングというこの現代の用法はこの書物まで遡ることができる。ありがとうございます。